優勝が期待され迎えた2022年シーズン、ヤクルトに独走を許す展開になっています。今回の動画では2022年矢野監督の名走っぷりについて紹介していきます。矢野監督がファンから最も批判を浴びている点として糸原選手の愛人起用が挙げられます。糸原選手は今シーズンセカンド、サードのスターメンを中心に全128試合中119試合に出場し、規定打席にも到達、シーズンを通して1軍に帯同しており、時にクリーンアップに起用されることもあるなど、矢野監督からは絶大な信頼を誇りました。しかし成績は打率2割4分6厘、3本塁打、35打点、盗塁は2つ、粘ってフォアボールを選ぶしぶとさがあると言われることもありますが、出塁率は3割0分5厘と決して突出したものではありません。さらに守備面ではファンから多くの不満が噴出、守備範囲、打球判断、補給力、取ってからの速さなど全ての面で酷評されており、昨年守備範囲を示す指標ではセリーグレギュラー2塁手の中で最低の成績となっており、複数ポジ守れて粘れるデメリットと、接種で味方の足を引っ張るデメリットが釣り合っていない、3割打てるならまだ目はつぶれるけど2割中盤程度しか打てないんだったら使う意味薄くないか、一歩目の反応が遅いわ、グラブの出し方も悪いわで、ただただ呆れたといった批判が見られます。矢野監督の糸原選手に対する扱いについて阪神ファンからツッコミが入ったことが2つあり、1つ目は7月16日の中日戦、タッチアップで本塁に突入しようとした糸原選手が途中で躊躇しサードでアウトになり、ダブルプレーとなったプレーで、この失敗自体は仕方のないことだと思いますが、試合後矢野監督は正直難しいプレーだと思うんだけどね、でも俺らは前にチャレンジしていく野球だから、どうかなと思うプレーはチャレンジしてほしいとコメント。一部の阪神ファンはシーズン開幕当初攻守に精彩を欠いていた中野選手に対して気持ちを感じないとして懲罰交代を命じていたこと、そして同じくタッチアップを躊躇しアウトにはならなかったものの懲罰交代となってしまった木浪選手を引き合いに出し、木浪だったら確実に懲罰交代だなと批判されていました。ツッコミが入った2つ目の事例は5月11日の広島戦、中継ぎで登板した渡辺選手が2失点を受け逆転、敗戦した試合後矢野監督は渡辺投手を攻める発言をしており、これには阪神ファンからツッコミが入りました。というのも小園選手からタイムリー三塁打を浴びる直前のプレーで、渡辺選手はノーアウト一塁の場面で坂倉選手を併殺性のセカンドゴロを打たせ、誰もがツーアウトランナーなしになると考えましたが、糸原選手の打球処理がもたつきゲッツー崩れに、その後渡辺選手が打たれてしまいました。矢野監督のコメントにファンは攻める相手が違う、渡辺選手がかわいそうといったコメントが相次ぎました。次期監督候補に名前が挙がっている今岡誠氏はセカンドについて、ゲッツーを取れるセカンドというのは1年間やる上ですごく大きい、肩が弱い、取ってから遅い、僕はそういうセカンドを置きたくないですねと語っており、監督に就任した場合は糸原選手を積極的に起用することは考えにくいです。このように矢野監督による明らかな糸原選手の重宝には多くの疑問が残ります。次にファンから批判を浴びている要素として予祝と呼ばれるメンタルトレーニングを導入したことで、予祝とは本来豊作や多産を祈り、1年間の農作業や秋の豊作を模擬実演するという呪術行事のことです。あらかじめ期待する結果を表現するとその通りの結果が得られるという考えに基づいており、矢野監督も実践、就任1年目の2019年のキャンプ中に行われた球団主催の懇親会では、皆さんのおかげで2019年優勝できました、ありがとうございました、それでは3、2、1、乾杯と温度を取りました。このように就任当初からメンタル面を大切にしていた矢野監督ですが、2022年はさらにエスカレート、春季キャンプにて糸井選手と西勇輝選手の発案で予祝の胴上げがなされると、嬉しいサプライズで気持ちよかった、もう感謝しかない、俺がいつも描いているのは優勝、日本一のチャンピオンフラッグを持った選手たちが歩いていく姿を俺が一番後ろで見るというもの、そういうイメージが湧いていると語り、翌日には矢野監督の知人であるメンタルトレーナーを招き、叶えたい願いを先に祝うことで現実を引き寄せる予祝レッスンを実施、選手は2人1組になり、片方が22年活躍おめでとうございます、どんな活躍をしましたかと聞き、もう一方がそれに答える模擬 MVP インタビューを行いました。さらにこれだけにとどまらず、シーズン開幕後試合開始直前に予祝ハイタッチを行う調理インタビュー時にファンへのメッセージを求められた矢野監督が、ちょっと時間大丈夫ですかと切り出し、今日僕の友達
士の文字職人の杉浦誠二さんに今日来ていただいて、365枚もある札の中から漢字を1文字引き当てるんですけど、僕がチームにイメージしながら聞いたのが波という文字でした。それを出してくれたメッセージなんですけど、波も吹く、潮もね引いて、波が起きる、浮き沈みもあるけど、みんなで大きい波を作っていこう、それが楽しむことが一番大事じゃないかっていうメッセージをもらってね、今日戦ってきました。誠二さんありがとうございますと異例のコメントを発表するなど、よしくは大きな話題になりました。一方で球史に残る開幕後の大型連敗など結果につながらないことも多かったのも事実です。そのためチーム内では定期的にメンタルトレーニングと題した講習が行われており、一部の選手からは練習時間がなくなるとの声も漏れていたようです。さらには楽しむことが一番、ビッグウェーブを起こせと精神面ばかり強調されても、戦術や起用法が地に足がつかなければせっかく上向いたチームの勢いを維持できない、開幕から乱高下が続くのは矢野監督の采配が定まらないからという声も。次に今シーズン矢野監督の守備采配について批判が上がっており、その守備の采配とはプロ野球ゲーム感覚で選手の守備位置を変更している点です。2022年の開幕前、佐藤選手と大山選手のポジションをどこに固定するのか注目が集まりました。2021年は主にライトを守っていた佐藤選手の本職はサードです。佐藤選手は入団当初からサードへのこだわりを見せており、1年目のオフの契約更改でも挑戦したいという気持ちは常に持っています。自信があるというか、それもそうですし、守りたいポジションですね。誰にも負けないつもりで、そのためにも打つっていうのは必要、両方頑張りますと語り、大山選手とのポジション争いへ意欲を見せました。大山選手もチームが複数ポジションを守れる選手を求めている点や佐藤選手の心情を理解しており、大山選手は中途半端にやることが一番良くない、そこをやっている選手に申し訳ないし失礼になると大山選手の優しさがにじみ出ており、ファーストやレフトの守備練習にも励みました。このように切磋琢磨する両選手に対して、どちらをサードに置くかは OB ファンの間でも意見が割れていましたが、唯一共通していたのはポジションを固定することです。一般的な主力選手はポジションを固定し打撃に集中できるように配慮します。そして実績のない選手が複数のポジションを守り、レギュラー選手の不調時や怪我で離脱した際、あるいは途中出場した際にアピールするのが一般的です。ただ今年の阪神の場合はキャンプ、オープン戦と調整を続けても両選手ともサードを守る状態、そして開幕戦は大山選手がサード、佐藤選手がライトで迎えたものの、マルデ選手の戦線離脱を受けて大山選手のファースト起用が増加します。そしてマルデ選手が復帰すると、今度は大山選手がレフトへ、その後再びマルデ選手が戦線離脱すると再びファースト、7月にファーストしかできないと言われたロドリゲス選手を獲得すると三度レフトへ、さらにはそのロドリゲス選手の成績が低迷するとファーストを守るという主軸選手とは思えないポジション推移をたどりました。そしてこのポジションたらい回し問題を象徴した試合が8月26日の対中日戦です。この試合、大山選手はシーズン初のライトでスタメン出場、さらに試合の途中からは島田選手がライトに入り、ライトの大山選手がファースト、ファーストのヨーカー選手がサード、サードの佐藤選手が公式戦初のセカンドを守るというポジションの大移動が行われました。このパワープロ感覚での守備位置の転換について、阪神 OB 岡田氏は、この起用は守備軽視とかそういう問題ではない、選手にもファンにも失礼ではないか、チームがバラバラになってしまうことが心配だし、ファンもお金を払って勝ち試合を期待して球場まで来て佐藤輝のセカンドを見たいと思うだろうか、8月の時点で初めてのポジションを守るかな、あたふたした守備交代が残念だった、残り30試合を切って CS を争う中でクリーンアップの佐藤輝と大山に今季初めてのポジションを守らせることは理解できない、今季何度も見てきたたわよくばという采配に見える、こういう戦いをしていては最下位転落もあり得ると苦言を呈しました。この守備位置の変更でも糸原選手の愛人起用が露呈しています。シーズン開幕前はサードに大山選手か佐藤選手かという議論でしたが、先日の試合でレフト大山、ライト佐藤、サード糸原というオーダーが爆誕、糸原選手のために佐藤選手などの守備位置がコロコロ変えられているのではという批判が上がっています。実際流動的なポジションが守備にも影響を与えており、阪神の失策数は9月6日の時点でリーグワーストタイです。複数のポジションでの起用が続くことで、一つのポジションにかける練習時間や実践の時間を減少することでエラーが増加、エラーだけでなくエラーにならないエラーも増加することで失点につながっていると言えるでしょう。もちろん問題は守備だけではありません。打撃面でも工夫が乏しく、特にコロナ禍において離脱者が続出した8月13日の対中日戦では、岡田氏がチーム打率リーグ最下位の打線の打力が落ちているわけだから、今はベンチが選手を動かさないと状況は変わらないだろうと苦言を呈したように、1点を追う
6回ノーアウト1塁でランナーを送らない、8回に先頭打者が出塁しダイソーを送るも動かさないなど消極的な采配が目立ちました。盗塁数に関してセリーグトップと、足を動かす野球を矢野監督は俺たちの野球と掲げていますが、しかしたちまちチームが不調になると急に仕掛けなくなることも特徴です。また9月には球団ワーストに並ぶ24度目の完封負けを喫し、また一つ不名誉な形で球団史に名を刻みました。このように矢野監督率いる阪神は迷走を続けています。一方次期監督候補には岡田氏、今岡氏、平田二軍監督などが候補に上がっており、どのようにチームを立て直すのか注目していきたいところです。本日の動画は以上です。最後のご視聴いただきありがとうございました。